こんばんは、吉田さん。そして億万長者合宿をご覧の皆様、今回のプロジェクト X は何ですかの動画は何ですか。あれはなんかプロジェクト X を連呼して終わったというね。まあこれはちょっとなんかコメントするのが難しいですね、こういうなんか意味のわかんないのまあでもいいでしょう。ありがとうございます。あの動画を送っていただきまして、このねよくわかんないところからでもコンテンツを作っていくというね、いい例です。まあまとめて言えば、吉田さんの言いたいことってのは多分こういうことでしょう。能力のない人が全力を尽くすと、能力のある人が手を抜いたよりも強いということなんですよ。多分そういうことでしょう。うん、私はまあいつもそれをね意識してるんですよ。私はまあ能力のある人間ではないですけども、それでも全力を尽くすことによってね、才能がもう溢れた人が気を抜いてる時でも、気を抜いてる状態よりも強いと思ってるんですよ。だからその能力のない人が、ただでさえ能力のない人が少しでも手を抜けば誰にも勝てなくなるんですよね。で私たちはもうテクノロジーがある程度使えるんですけども、そうですね、アフィリエイトにしてみたら私はね、努力とか根性とか気合の部類ですね。SEO とかキーワードとかよく分かんないんで、結局量産で乗り切ったわけですよ。多分量産で乗り切れる人もいないだろうと思いますしね。やっぱこう若い世代から見ると、私みたいなやり方は古めかしくって本当にけなげだなっていうふうに感じさせると思いますけども、そういうふうなね、サイトのアフィリエイトが得意な人でも多分ね、やっぱり私にかなわなかったと思うんですよ。ずっとね、ASP のランキングでトップ5とかトップ10に入り続けたってことは、多分ほとんどの方が私には結果かなわなかったんだと思います。ただ知識量とかテクニック、テクノロジーとの親和性っていうのは私は断然負けてますけどもね。まあ、そういったこともあると思いますし、まあ、吉田さんが動画を量産してるのも結局少ない動画でスタイリッシュに勝っていくってことが、まあ、無理なんで、別の方法を取ったってことなんでしょうね。まあ、ここで言えるのは、これからね何かことを起こして、成り上がろうとしている人たちは結局どっちかルートを通るしかないんですよね。頭を賢く、そして根性を少なく、もしくは頭はそのままで根性をしっかり出していくってこと。この精神論っていうのはメモリでは測れないっていうかね、数値化できないところなんで、本当になんか浮ついたっていうかね、よくわかんない概念なんですよ。でもやっぱりその目に見えないものが目に見えるものを動かしていくっていうのは古い考え方かもしれませんけども、今のところまだ崩されてないところだと思うんですよ。目に見えないものって言ったら精神なんですよね。精神力っていうのが目に見える世界を動かす、やっぱ国を動かしたりとかね、ミサイル飛ばしたりとか、優しさっていうものが具現化されて治療になったり癒しになったりするっていうね、でそういうことなのかなと思うんですけどね。まあ私のプロジェクト X っていうのもそういうことかなと思うんですよ。まさにプロジェクト X って X ってなんだろうなと、代入しても何がそこに表現できるのか分かんない、実体のないものを X っていうわけなんですけどね。ちなみにその NHK のプロジェクト X は私は全然ね見てないんですよ。見てないっていうか見る気にもなんないんですよね。なんで見る気にならないかっていうと、内容が分かりすぎるんですよ。見る前に大変な思いをしてゴールにたどり着いたんだろうなと思うだけでね、オチがついちゃうというか、でもすごく内容はいいものだなとは思えるんで、多くの方には見ていただきたいかなと思いますけども、まあ私はプロジェクト X 見るよりも、まあ、男は辛いを見た方が燃えるんでそっちを見ちゃうかなというところですね。でもね、プロジェクト X へ向ける吉田さんの思いっていうのは以前からすごく強いものがありますんで、きっとね今回の吉田さんの動画も良さを伝えようと思って、根性と気合で伝えようと思って、で言葉が出てこなくて単なるリピートになったんだと思います。まあこれがね情熱ってものなのかなと思います。同じことをね何回も何回も繰り返してもう周りの人が根負けするまでやるというね、まさに根性根負けって感じですよね。以上でございます。では次も動画待ってます。